はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。で、僕はですね、基本的に寒がりでして、今これ暖房つけてるんですけども、ダウンを着て部屋で過ごしてます。で、今外気温もう6、7度だと思うんですけど、夜超寒いんですよ。何が寒いかっていうとですね、はい、これがですね、普段僕が寝ている、睡眠セットアップなんですけど、毛布が1枚ですと。はい、薄くね。いや、僕最近朝4時とか4時半ぐらいに目が覚めるんですけど、その目覚める理由がやっぱりこう寒くて目覚めるんですよね。まあそれでも日中寝不足になったりすることはないので、しっかり睡眠は取れてるかなっていうふうには思うんですけど、でも毎回こう寒さで起きるっていうのがちょっと辛くなってきました。ということで、こちらを買いました。はい、テイジンさんから出ているミグテポ2です。僕ですね、高校大学と機械工学を専攻してきたので、こういうですね、科学が生んだとか言われちゃうとですね、なんかもうビックーンってきちゃうんですよね。値段はお手頃な感じで4000円ぐらいだったと思います。なんか本当にあったかいのかどうかよくわかんないですけど、なんかこう、あ、すごいあったかいって感じはしないですけど、でもやっぱなんかこう風がスースー抜けていく感じも一切ないです。しかもこれものすごい軽いんですよ。すごい軽いので、全然なんかそのずっしり重くて寝返り打ちづらいとか、そういった心配も一切ないです。で、僕の場合はですね、使ったらもちろんで片付けます。はい、という感じでですね、これから暖かい睡眠ができると思うと楽しみです。ただですね、やっぱりちょっとこうでかいんですね。僕にとっては収納スペースも特にあるわけではないので、ちょっとそのスペース取っちゃうっていう、しかもそのスペースを取るって、そのおしゃれなスペースの取り方ではないので、ちょっとそれがですね、どうしようかななんて思ってますけども、人生の質は睡眠の質で決まるなんていうふうにも言われていますので、僕はこの、布団を使ってですね、睡眠のクオリティを上げて、人生のクオリティも上げていこうと思います。はい、もしこの動画がですね、面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。